さあ、では続いてまいりましょう。こちらは、枕はカービーさんからです。結構ね、濃いめのつゆですけれども、こちらは昆布で取っただしに、人弁というね、あの麺つゆ、そして市販の和風カレール、そしてさらに市販のカレー粉、これを1対1対1で入れて、そこに牛乳を少々加えて完成、カレー鍋ですね。具材はネギ、ほうれん草、えのき、しめじ、油揚げ、豚肉、そしてウインナー、締めはうどんを入れてカレーうどん、またはチーズと米をぶち込み、カレーリゾットにしても美味しいです。強いですね、カレー鍋とうとう来ましたね。カレー鍋だからといって、その具材をカレーに寄せるということはせずとも、油揚げ、ネギ、えのき、お肉、この辺全然カレーってやっぱ懐深いよね。カレーと鍋っていうね、世界二大懐広い料理が出会った日にゃという、でやっぱ締めの表現に心奪われますね。本当に迷うだろうな、これ締めうどんにする、リゾットにする、ビアンカフローラじゃないですか。これはめちゃめちゃうまそうですね。このスープのね、もったり感みたいなやつが写真から伝わってきてね、食べでがあるな。いやでもこれ締めとかじゃなく、普通に白飯、カレーだしの染みたネギで白飯を食うのもうまいだろうな。すごいね、可能性が広がり続けますね。さて、この方のカレー鍋にまつわるエピソードをちょっと紹介させていただきましょうかね。ちなみにこのカレー鍋ですがね、1年ほど前に某ウイルスのね、こう感染拡大が進んで、ね、いた時期なんですけれども、父が夕飯のカレー鍋の仕込みをしている時に、この症状の一つとしてね、なんかこう味を感じにくくなるっていうのがあって、あ、こういう症状もあるんだ、怖いね、なんていう風に、お母さんとね、この方が言葉を交わしていたら、こう鍋ができたぞとこうお父さんが持ってきて、でその冬最初のカレー鍋ということもあったんで、楽しみでテンション上がって、さあ食べよう食べよう、いただきますとこうスープをすすったんだけども、味がしない、味がない、なんかこうスパイシーでまろやかなカレーの風味が感じられない、いや待って、そんなことないだろうと思ってどんどん食べてくんだけども、いつもの風味が感じられない、そしてよぎるさっき見たニュース、あれカレーなんて特に風味が強いのにまさかなと思いつつも、自分の頭の中はもうパニックパニックパニック、みんなが慌ててる状態です。ちょっと冷静さを失い、右往左往しながらも、なんとか平然を装いタイミングを測って、あ、そういえばなんか今日のカレー鍋味薄いねとドキドキしながらつぶやきました。するとお父さんが、あ、今日のやつ、いつもよりめんつゆと牛乳の割合増やしてみたんだけど薄かったと言ったんです。その言葉を聞いた私は、それはそれはもう安堵し、ほっとした表情を浮かべていました。すると突然向かい側に座っていた母が、よかったとうなるように声を上げ始めました。どうやらお母さんも自分と同じことを思っていたらしく、気が気じゃなかったようであり、おそらく自分よりほっとした表情を浮かべていました。というね、普段とちょっと味変えた鍋を囲んでの心理戦があったらしいというね、お話でございました。ありがとうございますね。確かにドキドキするだろうな。良かれと思ってね、お父さんはちょっとこういろいろ比率を変えてね、出汁の味を深めにまろやかにしてみようとかあったんでしょうけれどもね、ありがとうございますね。